にちは。ザ・ビンバンブーンリズム隊がお届けしていますザ・ビアハウス8回目だって。もう8回もやってる。8種類以上のビールを飲んでるってことだね。幸せです。本当に幸せです。せーの、飲みたいだけ。せーのじゃない。で、その前回の最後締める時のせーの、せーの、もうすぐせーの言う。どれかだって。数秒なりどれか。すいません、無茶ぶりいつも。いえいえ。ということで8回目、はい、今回はマリーヌが、はい、クラフトビール。またね、結局。いえ、はい、もうマリーヌがいつもなんか飲んでないものをね、教えてくれるから、またそれはすごい楽しみにしておりますが、クラフトビールとは？とは、あれなんじゃないですか、その、うんうん、自分とこのブルワリーがあって、そこで自分とこのレシピで作っているという認識で言ってました。オリジナルですよっていうことなのかね。自社のブルワリーがあるっていうのがまずあれなんじゃないんですかね。なるほどね。そう思ってたんですけど。はい、はい、じゃあまたそのクラフトビールとおつまみもマリーヌが楽しみ。緊張してきた。なんで一発勝負なんで。そうなんだよね。なんかさ、これやって思うの、まあでも私がやってるやつはさ、別にちょっと失敗しようがないっていうか、キュウリ切るぐらいなんで。前回のマリーヌのやつとかもね、一応なんか工程あるもんね。はい、そうだよね。なんかそういうの考えると、こう発信してる料理研究家の人にしろさ、すごいね。ね、間違えちゃったらやり直し、うんうん、まあ、材料また買わなきゃいけないもんね。そうですね。そうだよね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。マリーヌ対戦、はい、はい、では8回目です。お付き合いよろしく。はいはいはい、なんでそんなやんの。賛成。こんにちは。え、早っ。こんにちは。本日も片手でできる、いや、出た、レシピを片手出たご用意したんですけど、はい、またみおちゃんすいません、これまだ試食してなくて、今日初の出た。マジで、すいません。いや、でもそう言いつつ美味しいからだといいんですけど、うん、ひとまず今日の主役は、主役お願いします。ドーン、スマックというスパイスが、え、スマーク、スマックっていう、あ、スマーク、スマーク、スマックとかも言われてるんですけど、ずっと気になってたトルコの、スパイスがあって、なんか一見コーヒーみたいな、なんだろう、すごいね。なんかでもよく見ると赤いんですけど、ウルシカの、身を乾燥させて削ったという。やばー。で、これをなんかずっと気になってて、それを使って何かできないかなと思ってて、うんうん、調べたのが、うん、今日なんですけど。わ、楽しみ。ジャコ、チリメンジャコ。ここでは和を、そう、美味しそう。スマークとチリメンジャコか、うん、スマークと玉ねぎのどっちか、うんうん、見てたんですけど、もうどっちもやったれと思って。おー、いいね。そう、合わせちゃうやつ、合わせちゃってみようと思ってます。あ、匂いは、これが日本で言うとゆかり、あの、うんうん、シソの、うんうんうん、ああいうのにすごい似てるんですよ。へー、だからトルコでね。そうなんですね。なので、もうこれは玉ねぎ、うんうん、別にアーリーレッドじゃなくていいんですけど、うん、まあ薄めにスライスして水につけときます。つけといて、さらしといたね。うんうんうん、もうほんとこれも多分、まあ、適度でいいと思います。はい、うんうんうん、まさかのシャシャと乗せるだけ。そうですね。やっちゃいましたよ、もう、うん、に片手なんで、まだ本当だ、片手でいってる。はい、じゃあ、もうこれ目分量すぎますが、いや、まあでも大丈夫でしょ。どう来てもよっしゃよっしゃ。じゃあ、ちょっと塩気があるのかな、すでに。ああ、そうなのかな、うんうん、で、うんうん、ごま油さんに登場してもらいます。面白い。お、定番のドゥルですね。いいですね。適宜に
世界を行ってますね。行ってますね。日本、中国、トルコ。で、あとはスマックを、うん、かけちゃうの。スプーン、これの量だったらこの半分ぐらいにいいかな。うん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 。スプーン半分ぐらい。はい。おう、本当だ。ね、あれだね、パラパラっとすると紫っぽいっていうか。そうなんです。本当だ、ゆかりっぽいね。これをまあ食べるときにまぶしてって感じで。うんうんうん、おしまい。できました。片手だー。はーい。綺麗だし。ねえねえ。へえ、できちゃった。食べましょう。イエーイ。はい、ちょっぱやだった。ちょっぱやもうできちゃった。はい、ちょっぱやかけてかけてかけて乗せて乗せてかけて乗せて。そうですね。わあ楽しみ。ちょっと味の想像が。そうですね。ね、このスマーク以外だったら味の想像つくけど。そうですね。もうまあ美味しいよね絶対。楽しみです。いいっす。レース。じゃあビールから。ビールから。うん。これでも、うん、絶対知ってる人多いんで。でも確かに見たことはあるよね。クラフトビールの定番なのと、あと、あ、そうなんだ。元祖的な。なんか定番っすね。そうなんだ。あれですね、見たことあるね。東京スペシャルソースで私がなんか好きなことやった時、うんうん、もうシェルターに置かしてもらったんですけど。これだったんだ。そうです。あ、じゃあ飲んだことあるの？あるかな、うんうん、飲んだ気がする。スコットランドのパンク IPA。イエーイ。IPA。IPA 続きだな。来た。ほんとね。ジャケも可愛い。改めてじゃあちょっと味わおう。はい、多分、シェルターでもし飲んでたとしても、はいはいで終わってた。味わうとかじゃないから。ごめんね。わー、楽しみ。はい。飲みましょう。行きましょう。名前としてはこれ、どこが、ブルードックっていうのが、ブルワリーのパンク IPA です。はーい。はい。よっしゃー。うっす。このさ、はい、開け口がさ、ちょっと、やっぱ、この、なんて、大きいよね。日本じゃないっすね。これってさ、あ、ただ国の、その、基準の違いなのかな。わかんないです。なんかその大きく開けて注いでもらった方が美味しいとかそういうのあるのかな。調べます。あ、すいません。調べます。そんな深読みして。さすがです。よっしゃ。あ、意外とこういう色なのか。うん、色はすっきりめだね。よーし、8回目、チアーズ。ピース。ガツンガツン、うん、好きっす。うまいです。なんかあの知ってるやつって感じする、うん、IPA といえばみたいな感じはするかも。やっぱ香りからすごいね、強いね。美味しい。美味しい。美味しい。改めて美味しい。六本木に、ここの、パブみたいなのが、うん、あるんだ。あるんですけど。スコットランドか、スコットランド。へぇー。そう、日本で六本木と、あとどっかあるかわかんないですけど。マジか。生が飲めたりするとか。あ、やっぱ。何種類かあって。いいね。しばらく、それこそ行けてないですけど。ああね、雰囲気もよ。しかもここのブルードック主催の音楽イベントとかも、うん、あ、でも聞いたことあるよね。あ、そうだね。知ってるバンドとかめっちゃ出てて、うんうんうん、今度お願いします見ててくれるから、ハッシュタグちゃんとつけてつけましょう。はい。そう、ビールイベントいいよね。いいですよね。ただ飲み、それも飲みたいだけですけど。あ、そう、ライブは頑張ってへえ、美味しい。ここも何種類かあるけど、やっぱ、うんうん、定番。いいね、一度ちゃんと定番っていうのはいいですね。うん、ここに来てやっと、うん、美味しいです。どこで買える？もう結構最近どこでも買えるのに、スーパーとかでも、うんうんうん、じゃあ飲みたいと思って探すとないから、なんか困ってます。あ、ほんと。はい、じゃあ見かけたら買っといた方がいいね。買っといてください。なんか変わっちゃうもんね、スーパーとかも。そうなんですよ、ね、種類多いところもあるけど、うん、あるものないもの、そんな定番化されてないからね。それこそ成城石井とかは割とあると思います。はい、
はい、じゃあ見かけたらぜひ、はい、イエスイエス。じゃあおつまみ綺麗作っといてないんですけど、私も初めて食べます、すいません。いや、でも多分間違いはないんだろうな。このスマックが気になる。ちょっとよく混ぜて。はい。また聞くけど、どこで買ったの、はい、スマック。スマックは、新大久保のイスラム横丁まで行きました。マジ新大久保行った。行きました。やるな。あそこ大好き。ほんと、やっぱスパイス好きはな。調べ上げて。素晴らしい。あ、でもごま油の香り、めっちゃする。私、ごま油と玉ねぎと、ちょっとお醤油で、おかかでっていうのはよくやる。それはもう絶対美味しいじゃないですか。いや、でもちょっとこう、変わり種、ね、いいじゃん。いただきます。わ、いただきます。このなんか紫がいいね。うん、スマックとこのオニオンがちゃんとおしゃれ。プレゼンテーターも初試食です。いただきます。うん、うん、うん、酸味がきた。え、おいしい。やるやん。え、なにこれ。 OK です。 OK です。 OK です。酸味です。あ、なんだこれ。酸味博士。え、もっともっとかけてもいいぐらい。お、面白い。え、ちょっともう一回ちゃんと。これ、うんうん、うん、ありです、うんうん。面白い。よかった、うん。しかもスマックがやっぱスパイスなだけあって、うんうんうん、アンチエイジングとか成長そうとかの効果あるらしいんですよ。結構どっさりいってもいいかも。あ、マジっすか、うん。よかった。美味しい。いや、よかった。てか正解。いいね。いやー、すごいすごい。え、どこで知ったのこれは。スパイス好きだから、うん、こういう生地に目がなくて、はい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 、レシピサイトとか雑誌のエルマガジンとかでも、スマックをご存知ですかみたいな記事とかって日本でって気になって。へえ、注目されてるんだね。ねえ、面白いよね。なんかその各国のスパイスってどうできるんだろう。よかった。美味しい。全然もうすぐこんなペロペロペロっと食べれる。あと定番のやつやっていいですか。おー全然忘れてた方がいいですか、うん、一瞬ケツ向けでいいですか。定番とはですけど、定番とはですけど、丸いのがいつもちゃんとこう一個ね、一品おつまみを用意してくれるんですけど、いつもなんかサプライズでもう一品出してくるんですよ、ね、それが定番。バレなくてよかった。バレてない。何やばっ、何。タイ料理です。うそ、おいしそう。あ、ナンプラ大丈夫ですか。大好き。ヤムマクアっていうナスとひき肉のサラダです。大好き。いつもこれはそのためにあるわけじゃないんで。本当だよ。あるわけじゃないんで。どこちゃんと。パクチーとかね、乗せると本当はいいんですけど。ヤムマクア。難しい。なんだと。ちょっとまたじゃあスプーン。いつも立たせてしまう。出た出た出た。忘れてました。いや、でももう忘れてるし気づいてない。よかった。なんで忘れんだろうね。毎回やられてんの。私の中では結構次何しようみたいな。だからそんなどうしようとか言うんだよ。だけど、でもこれも別に本編のおつまみにしていいんですけど、うん、工程がやっぱちょっと結構かかるの。冷やしたりとか、そっかそっか、そういうのがあるから隠しおつまみで持ってきました。ございます。これも玉ねぎ入ってる、うん、出ました、マリーの隠しおつまみ、はい、ちょっと一回飲んでから。うん、どうかな。いただきます。そうなの。いや、やっぱ野菜とか水分出ちゃうから心配。うん、うん、うまっ、うまっ。味込め大成功。おつまみ最高。おつまみに最高な味付け。わ、これはうまい。よかった。うん、こ
これもなんか、あ、うまタイ料理屋さんであんまないんですよ、このレシピ。そうなんだね。なんですけど、うん、めっちゃうまいんだけど、たまたまタイ出身の女の子と知り合った時に、えタイ料理がすごい好きだって言ったら、うん、ママのレシピあげますみたいな、なんかあんま知られてないけどこれすごい美味しいんですよって教えてくれたのがこれで、うん、でもなんか名前聞いたことあったけどね、やむ気のせいかな、うん、めっちゃうまい、大好き、大成功何が入ってる、味付け、味付けは、うん、ナンプラーとお砂糖少々と、うん、ライムジュースちょろっとだけ、だけ、そんな入って、え、そんだけ、で、焼き、ナスをグリルで焼くんですけど、うんうんうん、そのお汁、うん、皮剥くときにお汁もしっかり入れて、へえ、でもこれナンプラーだけの味付けって感じしなくない？だから多分、ナスのそのジューシーなエキスが、そうなんですね、めっちゃうまい、これは自分的に、うん、定番じゃないの、安定の、すんごい雨降ってきた、めっちゃうまい、うん、よかった、うん、唐辛子も入ってる、うん、ニンニクもちょっと入れた、うん、ニンニクか感じ、うわーすごいマネーの、美味しいよこれ、またレシピ書きます、うん、あ、確かにこれレシピちゃんと載せた方がいいね、作り方大成功すぎる、これ結構ヒットかやった、美味しい、こっち本編でもよかったすり替え、すり替えわあすごい、またいいの、またちょっとこれビールが進むもんだって、もうなんかすみません、もうこれから乗り出してしまってる美味しい、美味しゅうございます、8回目ちょっとなんかだんだん豪華になってくんじゃないこれ、どうしましょういやー、またじゃあ楽しみに、はい、9回目10回目も続けていこうと思います、ありがとう、美味しかった、マジでよかった、これ多分あとで私一人でこれ食べる、いくらでもどうぞ、はい、すいません、食べます、はい、嬉しいイエーイ、おーし、では8回目はマリーヌがパンク IP ですね、パンク IPA、うん、美味しかったと、おつまみ2品イエーイでした、またお会いしましょう、皆さんも楽しんで、バイバーイ、バイバイ、よし、すごいめっちゃうまいんだけどマジっすか、うん、え、これすごい美味しい、嬉しい、あと雨が気になる、やばいっすね、うん、これ多分洗濯物やばい。